皆さん、まあ、こんばんは、つねチャンネルです。違います、つねちゃん、本日は、おめでたいことに森本龍太郎くんが、無事、はい、26回目のお誕生日を迎えることができました、はい、おめでとうございます。ありがとうございます。私一人でお祝いさせていただいておりますけど、まあ、そもそもまず見てる人は誰、はい、ってなってるんででしょうね。そうですよ、まあ、なんで隣にいるのみたいになってますから、まあ、仲いいからいるんですけど、仲いいかまあまあ、じゃないと一緒にいないわ。レギュラーですか、はい、完全レギュラー、あ、完全にレギュラーとして、はい、2人で今後活動していこうかなっていうところなんで、お召し寄せをお願いします。はい、絶対リーダー42歳、渡辺恒之、僕も間もなく4月12日が誕生日で、これも何かの縁かなと思っております。じゃあこれがレギュラーとして、レギュラーとして、はい、やらさせていただこうかなと、まあ、同じ事務所で、音楽仲間みたいな。ちょっと待って、事務所は違います。違います、チームライツっていうバンドの、はい、そのギター、3人いるギターのうちは1人です。あ、じゃあ本当に、はい、ちゃんとしたあのバンドさんやられてるってことですよね。なんだと思ってたの。いや、おじさんかと思った。おじさんネタやめろって。でもこれからじゃあレギュラーとしてやられていくってことですか。はい、はい、ありがとうございます。いやいや、これ1本でいきます。で、これほんとガチレギュラーですか。ということですよね、社長。社長、まあ、あの陰ながら龍太郎くんを盛り上げていきたいと思います。陰ながらと出ちゃってます、はい、団長です。応援団長です。応援団長、はい、あ、はい、じゃあこれからはじゃあ2人でやっていくってことですか。2人でやってって、はい、盛り上げて、で後俺も独立できたらなっていう。じゃあちょっと早く独立できるように、ね、これから頑張っていこうか。一緒にやってこうか。まあでもそれより、あの、はい、今回誕生日ということでお祝いさせていただくのに、はい、あの今日一番で駆けつけられたことを、あの、光栄に思ってます。あ、本当ですか、はい、ありがとうございます。一番最初におめでとうを言えるってことだよね。まだちょっとプレゼントとかあれなんですけど、歌のプレゼント、音楽仲間ということで歌のプレゼントを今から差し上げたいと思います。あ、お願いします。はい、4月12日に誕生日じゃない。ありがとうございます。だから、あの、お互いじゃあ、はい、誕生日を交換しましょうよ、はい、このおじさんと、おじさんと、あの、若い子で交換をしていく、はい、プレゼント交換。あらっす、今度じゃあプレゼント交換をするということで、はい、ありがとうございます、はい、させていただきます。じゃあその動画もね、はい、またの多分上がると思いますけど、はい、じゃあ今後はちょっと2人でやっていくということで、はい、まあ、いつ切られるか分かんないですけど、そうですね、応援してくれる人が1人でもいる限り俺は、あの、続けようと思ってますんで、もしかしたら次ないかもしれないけどね。そうですね、次僕の一人結果で、そうですね、一人の可能性もありますね。結果で社長もなんかちょっと渋い顔してましたからね。第1回目撮ったらね。第1回目の探偵のやつを先に撮らさせてもらったんだけどね。そうですね、それ、はいはい、出るんですか、まず。まあ、そんな感じでじゃあやっていきますので、はい、はいはい、よろしくお願いします。ということで、ありがとうございました。はい、いえいえ、こちらこそ、何よりも誕生日おめでとうございます。何これ。誕生日おめでとうございます。釈迦ですよ。ではまた、はい、あの、次の動画でお会いしましょう。バイバイ。